あと、シュート私もつくんだけど。みこだ、無線番号あれね。21.21.21.21 オールインすぎる。そうなの、無線知らん、読んで、無線に。21.22? うん。いや、今無線空いてる人？呼びまーす。呼びます。うん、ああ。私、皆殺しの方にいるわ。 2.21 日よ。え、どうしたの？了解。そうなの、鍵上げて。あ、シアリと。オッケー。よ、チャルさん、俺がやっとくわ。いや、あ、了解、お願い。よいしょ。あれ？これ俺も上げれるんかな？あ、今じゃあ残ってる人、ドリンク作りに行こうか。はい。ほう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 、あげれねえわ、やっぱ。はーい。白井町やん。え、ミコだって、シアリトのとこいんの？中にいるよ。中に。あ、オッケー。え、スタッシの説明はしてもらった？沼は。あ、スタッシの説明してもらいました。オッケー。俺はまだ。うさぎさん？今、ハージングしてるんだよね。うさぎさんが？うん。うさぎさんホージングとかできたんだ、すごっ。え、すでに超かっこいい感じになってるし。今いるかな、うん、あ、いるわ。これちゃんと縦勘なんだ。うわ、あ、はい、来た。すごい広っ。ありがとう。大丈夫？こんにちは。あ、こんにちは。お、こんにちは。すごい大変でしょ、これ一本飲みな。テキーラ。ありがとうございます。いただきまーす。テキーラなんだ。結構気つけてんな。あー、聞くー。聞いてる。聞いてるなー。うさぎさんいける人やなー。おー、酔っ払いながらやるハウジンがいっちゃ面白いんだから。いっちゃ楽しい。染みてんな、アルコール。なんか置いてかれた。染みてるでしょ、五条ロップに染み渡って。五条ロップに。あら、健康だねー。そこにだってだね、ようやく。鍵あげたしない？うん、あげた。じゃあ、次行こう。次。あ、これすごい。行ってきまーす。浜田さん寝まーす。おやすみなさい。おやすみー。おやすみー。お疲れ。おう、それどうした？あの、電話しろって言われてたやつ。電話しろって言われたやつ？うん、あの、ノーリミにお世話になったら、みたいな。お世話になるんだったら。ああ、はいはいはい、そうだそうだそうだ、うん、そう、集めてさ、うん、もっとコンセルだったじゃん。そうだね。で、ノーリミ履いたじゃん。なんかスーツ持ってる女性の人も、まあ、今は正式採用じゃないけど。あ、そうなん、うん、立場的にはどんな感じ今？立場的にはでも、いや、これは僕の考えでもあるんだけど、うん、やっぱボスが他の入って、うん、じゃあボスだからって言って、まあアンダーボスとかにいきなりなると、うん、それは組織的不和が生まれるから、うん、今はし、まあ、今はというか、まあ、当分下っ端で動こうかなと思ってる。例えばね。はい。まあそれはコンセル閉じてか夏目閉じてか分かんないけどね。うん、モズ今も嫌いなの？いや、モズはもう生成するぐらいやりやったね。うん、もう大丈夫になった？うん、うん、大丈夫になった。じゃあアイリスの方は？いや、アイリスはもともとそんな組織間で揉めてる感じじゃないから。別に関係ない。その印象がちょいマイナスぐらい、うん、ちょいマイナスぐらい、うん、まあ、それは許容範囲かな。ほう。なるほどね。問題はモズだったんだけど、その最後のやつで生産をしたつもりなんで大丈夫です。まあ、はい、まあもしその嫌いって感じがずっと続く感じだったら、うん、夏目はもしノーリミが他の、例えばモズとかアイリスと同盟したらどうするんだろうって気になって、うん、ああ、それはあのコンセルの時にもなんかその可能性は考えてて、うんうんうん、言ったらうちらの方針はそうだけど、ノーリミの方針は違う
ってなった時に、うんうんうん、そこら辺はコンセルのボスだったから割り切ってた、うん、でノーリミに入ったとしても、うん、まあ意思決定権を持たないっていうのと、うん、まあさすがにまあ島取りの歴史的にモスはないと思うから、うん、まあたとえそうだなったとしても大丈夫。ほう、じゃあワンチャン、うん、同盟組んだって別にいいって話か。同盟組んだ、まあそれをちょ、うん、なんて言ったらいいんだろうな、アンブレラとか、うん、コンセルのリミの関係って、うん、もう一時的同盟じゃなくて、うん、長い期間の同盟じゃん。うん、そこまで行くとまあ、うん、自分で噛み砕く、それを、うん、その関係を噛み砕くのには時間がかかると思うんだけど、うん、そうじゃないんだ、そうじゃないと思うから大丈夫、うん、その一時的同盟っていつかは解消されるものじゃん、うんうんうん、ずっとずっと同盟じゃないから大丈夫かな。なるほどね。うん、長い目で見るとじゃあそれが、まあ、今の脳裏身に有利に働くんだったら大丈夫。うんうんうん、うん、最後には最後に勝った方が勝ちだから。なるほどね。うん、なんで、いやまあなんでまあ、うん、耐えれるかなっていうのすねが。ちょっと待って、もしもし、ごめん遅くなって。ああ全然いいよ、大丈夫、今からでも。うん全然今からでもいい。うん分かった。はい、じゃあ、あそっちに、うん、あ下の人、ね、うん、うん、はい、はい、まあそれだけ、それだけ。あとあと、うん、マイニとノエルと、うん、ネマ、うん、オーリンに入ったことになったよ。あとさっきね聞きました、うん、それ。うん。まあ、やっぱさ。うん。まあ、なんていうか。うん。ギャング解散しながら、なんていうか。うん。まあ、お願いされたからね。同じ立場で。同じボスとしてね。うん。だからまあ、いいと思ったよ。別に。それが。いや、本当に、その、いや、マジで、その困っ、頼った形になって、申し訳ないわ。でも違うな、これは。ありがとう、ありがとうね。まあいいよ別に、うん、お互い耳に立ったと思うよ俺は。うん、うん、そうだね。うん、ありがとうございます。うん、またよろしくね。よろしく、頑張って。一構成員なんで。ああ確かに。お前下っ端か。下っ端です。おう、ちゃんと敬語使って。はい、よろしくお願いします。おう、よろしく。はい、でまたね。はい、じゃあね。